犯人のいない殺人の夜は公文医者から刊行された東野圭吾の短編推理小説。1985年のデビュー期から1988年の間に小説現代、小説宝石等で掲載された東野圭吾初期の7作品が収録された短編集。1990年7月に単行本として刊行され、1994年に文庫化。 表題作、犯人のいない殺人の夜は、殺人のあった夜とその後の今の場面を交互に重ねて進んでいく構成となっている。著者は本作について、この頃は短編の書き方をわかっておらず、今まで読まなかったアンソロジーを読んで、話の持っていき方を参考に執筆したと語っている。また、 子供が主人公の作品が多いのはまだ大人の犯罪を書く自信がなかったかもしれないと語り、同時に未熟な作品だと評しながらも気に入っており、いろんなことを試しながら書いた思い出深い作品だと述べている。2012年、収録作の犯人のいない殺人の夜、さよならコーチ、エンドレスナイト、白い狂気、小さな恋の物語が、 フジテレビ系列のオムニバス形式の連続ドラマ、東の敬語ミステリーズの各和ごとの原作となった。書室、小説現代1985年11月号、県立 W 高校のある屋上から、男子生徒の雪原達也というが、転落死した。警察は事件を自殺と考え、達也自身が、屋上の柵に登って歩いていたという証言も出る中、 達也が自殺したとは信じられない親友のりは、独自に、達也の死の謎を調べ始める。その末に、りは、達也が死ぬきっかけとなった当事者の恋を目の当たりにする。書室、小説宝石1986年1月号中学、教師、永井博美が担任を務めるクラスの生徒、萩原真嗣の生後3ヶ月の弟が、ベビーベッドの中で考察された。 事件は盗み目的で、萩原家に侵入して寝室に忍び込んだ犯人が、泣き出そうとした弟を黙らせるために犯行に及んだと見られるが、なぜ犯行の日に限って、とじまりがされず、犯人が侵入できたのかという謎が残った。やがて、真事と向き合ってきたヒロミと捜査を担当する、刑事たちは、事件の真相を知ると同時に、ヒロミは事件を起こしたある秘密に感づくのだった。 初出、小説宝石1986年9月特別、号中学生の高志は、水曜日の塾の帰り道で、お嬢様学校として、有名な女子校、S 学園の体育館で新体操の練習をしている、女子高生に目を奪われていた。そして毎週水曜日に少女が体育館に現れる、ことを知り彼女の姿を見ることを生きがいとしていた、高志は、 家庭教師の黒田の後押しもあり、彼女に近づきたいと、密かにスポーツドリンクを差し入れして、アプローチをしていたが、ある時彼女は姿を見せなくなってしまう。その後、ひょんなことから高氏は、彼女の住所を知り、黒田は、彼女の捜索を引き受けるが、そこで、黒田は、彼女が姿を現さなくなった、残酷な真実を知ることとなる。書室 小説宝石1987年5月徳、別号東京に住む田村厚子は、大阪府警の刑事から大阪に単身赴任している、夫の洋一が殺されたと知らせを受ける。大阪人は金にがめつい、大阪弁も苦手と毛嫌いするほど大の大阪嫌いだった厚子は、洋一の死を受け、大阪に飛び立つことになった。現場となった洋一の店まで来た厚子は、 担当刑事のバンバから、洋一がナイフで視殺されまっすぐに仰向けに行儀よく寝ているようにされていたことを聞かされる。後日厚氏は、バンバの提案で、洋一がどんな生活をしていたかを知るため、大阪の街並みを回ることに。初出、小説宝石1988年9月号、映食品株式会社内で材料課課長の安倍が窓から転落死した。 事件は自殺の線は薄く、腰より高い窓枠から、推定体重 80kg の安倍を突き落とすの、至難の技とも言えることから捜査は難航する中、今度は係長の佐野が交通事故で死亡する第二の事件が発生する。佐野の体内から睡眠薬が検出されて、二つの事件の共通項を探る中、事件に材料会員の中町幸子が関与している疑惑が、 浮上していくそして犯人が特定されたとき、犯人を犯行に借り立てた思いがけない理由が明らかになる。書室、小説現代1988年11月とく、別号ある企業のアーチェリー部の選手、持月直美が自殺した。だが彼女はビデオで自らを撮影し、遺書代わりのメッセージを残していた。直美の遺体を発見した直美のコーチは刑事に、 ナオミがオリンピックの選考会に敗れたことを悲観して自殺したという見解を伝えるが、ナオミの周辺の捜査をしていた刑事は、コーチに自殺と思われたナオミの死の真実を告げるのだった。だが、コーチはナオミの死にさらなるからくりが仕掛けてあったことに気づく。書室 EE9988 年3月号ある夜、著名な建築家である、 岸田はじめすけの家で安藤幸子という女性が殺害された。偶然居合わせた家庭教師の拓也は事件を隠蔽したい岸田からの頼みを受けて隠蔽工作を主導、遺体を隠し、幸子と岸田家の間に関連がなかったように口裏を合わせることで事件をなかったものとして処理しようと画策する。だが幸子の兄、和夫が岸田家を嗅ぎ回り始めたことで、 拓也たちはピンチに陥り、その時を境に完全犯罪に、ほころびが生じていく。ありがとうございます。